はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。クラス、ファミスタクライマックスのドリームペナント5周目のドリームファイナル最終戦ですね。早速じゃあ、いつもの通りファミダスを引いていきましょう。まあ、1回戦目ランダ戦の結果制したわけなんですが、前回2回戦目は逆にめった打ちにされて、敗北を喫したわけで、今1勝1敗になってます。で、今回勝った方が、このドリームファイナルを制すっていうね、まあ、まさに最終戦になるんですけど、まあ、その最終戦を制するためにはどうしてもね、ピッチャー陣をへばってる人と入れ替えていってあげないと、少しピッチャーが持たないかなっていうところに来てますんで、ここでね、金色のカード1枚でも2枚でも引けるとありがたいんだけど、出ないか。で、野手の方ではここのところずっと言っている二塁手ですね。まずは T 岡田か。まあ、外野も一塁もままいるからな。お、菊池が来た。これはめっちゃくちゃでかい。菊池はね、ピンポイントで二塁。あと足立ね。まあ、足立のところにはもうすでに坂本が入ってるんでね。まあ、入れる余地はないかなとは思うんですけど。あとはバレンティンも来たね。今回は当たりだな。菊池に T 岡田に、バレンティンに、さらには足立と。いやー、これは嬉しい。嬉しいけど、この嬉しさを生かすためにも、なんとしてもこの3回戦目、ドリームファイナル3回戦目、絶対勝ちたいですね。じゃあ、そのための布陣をちょっと練っていきましょう。まずは、荒木のところに、早速獲得したばかりの、菊池入れていきましょう。で、これで PP がもうすでに溢れちゃってるんで、まあ一旦無視してですね、投手の方を見ていきます。で、へばってる投手はもう全部外します。で、ここにどうしようかな。まあ内海でしょ。あとは、そうだな、リリーフで牧田で、あともう2人ぐらい入れたいんですけど、あとリリーフで、まあ、先発か、武田は先発、リリーフで誰かいるかというと宮西。これはただ侍ジャパンで、ファイターズの方の宮西を入れましょう。リリーフよし、これでいいでしょう。控え投手が4人いる状態だったらなんとかなるね。で、坂本のところに犠牲フライではなくてチャンスを入れて、で、菊池のスキルも、そうだな、対スキル、あとはチャンス走塁、これを入れましょう。で、ちょっと、ピッチャー陣がね、スキルを入れられないかなって感じますね。牧田のところにだけ、なんか入れられれば、投球術。ここまでかな。よし、じゃあこれで挑みましょう。この試合は本当にね、ずっと言ってますけど、負けられない。しかも、ここの球場か。めっちゃホームランが出る球場だな。もうここはね、前半から攻めていきましょう。抜ける。よし。よし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 、オールセルフ。これでノーアウトランナー三塁二塁で頼りになる男。糸井。入ってくれ。入ってくれ。よし。もうここはね、1回の表裏の攻防で10点差つけて試合を決めるぐらいの気合、意気込みでちょっと気負っていきましょう。畠山の足だと三塁はちょっと無理でしたね。戻らせましょう。
よし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 、いい感じで来てますよ。ノーアウトランナー三塁二塁、この回に試合を決めに行きましょう。あー、一塁じゃない、畠山はアウトか。まあ畠山足遅いんでね、今のはちょっと自重でも良かったかなって気もしますけどね。で坂本は空振り三振、ちょっと流れが戻りつつあるんで、ここは倉本がしっかりもう1点取りに行きましょう。よし、ナイスバッティング。で森もね、しっかりとホームランできるだけのパワーはあるんで、ただ森本はフォークボール持ってるんで、ね、追い込まれるとちょっと厳しいかなっていう感じですよね。さあまずは4点取ってバンデンハーク。もうこの球場の怖さはね、バンデンハークは前回身をもって知ったはずなんで、コーナーをきっちり緩急もつけて投げていく、そういう投球術を見せてもらわないと、あんまり警戒すると、ただあれか、ボール先行になっちゃうんですよね。よし、ここでランナーさせたのは大きい。これでね、まあ警戒しているこのホームランが出ても1点で済みますからね。あのランナーが残ってたら、まあそれこそ2点ホーム塁打ツーランになってましたからね。まあまあよしとしましょう、結果でオーライということで。さあ1回の裏はなんとか1点でしのいだ感じ。バンデンハークのあたりはポップフライですね。よし、角中のあたりはセンター前ヒットで、今まで2番不動荒木だったところに菊池が入ってるんでね、菊池はゲッツーはないでしょう。で頼りになる男糸井、頼りになるね、つくづく頼りになるわ。ここは落ちるボールですね。そして畠山のこの特大アーチ、飛距離も出たんじゃないか、157メートル。よし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 、則本をもう早速ノックアウトできたのは大きいな。まあ、フォークボールの方が剛速球よりさらに嫌いですからね。これも入るぞ。よし、これはちょっと上がりすぎですね。坂本のあたりはサード川端が抑えてスリーアウト。ちょっと見極められましたね。入るか。まあさすがにこの球場だとね、かすったあたりでも入ってはきますからね。ただ今までと違うのはピッチャー陣をきっちり用意してきてるので、まあバンデンハークも飛ばしていけるっていうのはありますよね。よし、まあまあ1点1点取られるぐらいだったら、この球場だったら全然オンの字。一塁はアウト。ここでね、点が取れない回とかが出てくると少しんって感じにもなってくるんで、1点でもいいんでなんとか点は取っていきたいんですが、2アウトまであっさり来てしまってバンデンハーク。これはセカンド山田へのイージーフライですね。まあ簡単に抑えられた後はこっちも簡単に抑えようということで行きたいですが、木山の足の方が速い。あとはね、走ってきてくれて
それを刺すっていうのが、まあ、一番その楽は楽なんですよね。坂本打ち取って怖いバッター山田。山田のこの性能ってちょっと異常ですよね。スキルを今発動してる状態とはいえ、ナイス、さすが菊池だ。さあ4回の表になります。角中の当たりはまあ本来だったらね余裕で二塁いけるような当たりですが、もうこの球場なんでシングルヒットですね。で菊池の当たりは抜けていきます。この回で10点差つけるぐらいのつもりでいきましょう。頼りになる男糸井、頼りになる男糸井の当たりはただキャッチャーフライですね。続いて先ほど特大アーチの畠山、これも大きいぞ、入るね。さあここからもう一発狙いでいきましょう。どうだ、柳田の当たりも剛速球を捉えてホームラン。ちょっと大振りに過ぎたかもしれないですが、坂本の当たりも当たりは飛距離十分の当たりですね。今のも最後は剛速球の前に空振り三振。まあ、倉本はさすがにちょっとミート打ちで確実にバットに当てていきましょう。さあこれで森の打席に回ってきます。できればね森が出てくれれば、お、いいね、入るね。これでバンデンハークをもう一回投げさせられる。どうだ、大丈夫か。いやー中田の当たりとかもものすごい当たりだな。でもちょっと鈴木はゲッツーは期待できないんでって言ってるとホームランか。さあ10点差のまま4回の裏を終えたい。そういう意味ではバンデンハーク、ここはしっかり抑えてほしい場面ですね。これは見極めます。これも見極めてくるね、見極めてくる。よし、落下点で、ここでもうバンデンハークは完全にへばりきったんで、ピッチャーをこちらもスイッチしていきましょう。西村健太郎かな。よし、いやー最後はねきっちりともう気合の入れ方が違ったんで3回コールド勝ちにできましたね。はい、というわけでドリームペナントいかがでしたでしょうか。5周目、まあ、最後ねちょっとお見苦しい点もあったかと思うんですが、なんとか優勝することができました。で次回はですね、まあ、6周目最終回ということで、しっかりやっていきたいと思います。 FP ポイントもがっつりもらったね。じゃあ次のシーズンへと向かっていきましょう。
まあ、最終回と銘打ってますからね。で、コンピューターのデッキはレジェンド。レジェンドで試合数は30。コンピューターの強さは強いに変えます。で、イニング3回延長、あとは DH なしは今まで通りという形になります。では、次回は6周目コンピューターの強さ強いでプレイをしていきたいと思いますんで、第6周目最終回になりますけども、引き続き応援よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。